皆さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、和歌山の旅第2回は熊野古道、熊野本宮大社を歩くでございます。この日は宿泊先の勝浦にあるホテル浦島、古いんですけどとても広くて朝焼けなんかも見れるんですよね。温泉も4つぐらいあるんですよ。なかなかのホテルでございますが、まあここを出て、熊野川に沿って熊野本宮に向かいました。時々熊野川を見学したりしながら熊野本宮大社にたどり着きます。そこで一息して熊野本宮大社の旧社地を見学し、バスに乗って三軒茶屋という古道の中の休憩所みたいなところあるんですけども、そのあたりから熊野古道をずっと歩きました。そして熊野本宮大社に戻ってくるということです。ではそれらの写真をご覧ください。いかがだったでしょうか。この日は朝早く目が覚めました。そしてカーテンを開けると朝焼けでございます。ですぐこいつカメラを持って飛び出しました。
その後は、予定通り車で熊野川に沿った道をこうずっと登っていくという感じですね。熊野川って初めて見たんですけれども、まあ美しいですから、何度も車を止めて、撮影したり見入ってしまうことがございました。また森ですね、神秘的なんですよ。しばらく行くと熊野本宮大社の旧社地の鳥居が見えてくるんですよ。っていう感じですね。巨大な鳥居なので、視界に入ってきた時にはね、もうなんだろうな、驚きというか感動がございましたね。まあそこで車を止めて、バスに乗り、このバスもなかなか来ないんですよ。心配なので聞きに行ったら、いや結構遅れることありますから心配しないでくださいみたいなことを言われたんですけども、そのバスに乗って三軒茶屋、これ熊野古道の休憩所みたいところですけども、その近くで降りて、いよいよ熊野古道をひたすら歩かせていただきました。まあ、写真をご覧になってお分かりだと思うんですけども、変化に富んだ古道なんですよ。飽きることないですね。まあその変化に富んだ古道をこうカメラを持ってのんびり撮影しながら歩かせていただきました。この自然が作り出すさまざまな表情、そこにスポットを当てて撮影していますし、いつもあまり意識しない光が森の中に入ると感じるんですよね。その光を意識したり、意識した撮影もしています。終点は熊野本宮大社になります。ぐるっと回って戻ってきたという感じですね。ここはね、撮影禁止なんですよ。ですから写真はございません。写真が撮れないならということで、記念にお守りを買わさせていただきました。ヤタガラスですよ。この辺りにはヤタガラスに関連したものが結構ございましたね。で、撮影に使ったカメラはいつものように α7-4 になります。で、レンズ、メインレンズはこちらタムロンの 70-180mmF2.8 になります。このレンズの描写はお気に入りですので何度も紹介しています。ある意味では私のメインレンズになりつつあるかもしれませんね。立体感のある絵をもういともたやすく作り出してくれます。このように単焦点並みの解像度や美しいボケが得られます。これがね、魅力なんですよね。第三元の望遠ズームレンズとしては異例の 810g という軽さですから、望遠ズームなのに機動性を生かした撮影ができました。ただし最初の朝焼けについては、このタムロンの 2040mmF2.8 透視の第三元ですね、こちらを使っています。で、次回ですけれども、この日は車で田辺市というところにこの後移動しました。天神崎、インスタ映えがするということで大変人気のある場所です。若い人も来てました。定点撮影をしているような、写真家も来てました。で、そこに移動して撮影してきましたので、
来週ぐらいにはお届けできるかなと思っています。今夜もご視聴いただきありがとうございます。